地域産業と経済の発展には専門的実践的技能を持ったスペシャリストの育成が欠かせません。今回のいきいき山口では県立高等産業技術学校の訓練の様子や実際に学んでいる訓練生たちの声をご紹介します。上村さん、県立高等産業技術学校について教えてください。はい、こちらはものづくりの分野を中心に地域の産業界が求めるスペシャリストを育成する施設で、周南市と下関市の2カ所に設置しています。このうち周南市にある東部高等産業技術学校では、企業のニーズに即して製造業を中心としたものづくり分野に力を入れています。学校ではどのようなことが学べるのですか？はい、東部高等産業技術学校には7つの訓練科があります。訓練科ごとに専門的な技能や技術を習得するための訓練を基礎から行っていて、関連する資格の取得や就職支援に力を入れています。訓練期間は6ヶ月から2年です。訓練生は少人数クラスで励んでいて、近年は女性の訓練生も増えてきています。企業からは即戦力としての評価が高く、どの訓練科も高い就職率を誇っています。最近では日々進歩するデジタル技術に対応するため、デジタル研修などを通してスキルアップを図っています。コンピューター制御による機械加工の授業を受けるのは機械デジタル科の山中優斗さん。将来は機械加工関係への就職を目指しています。機械デジタル科では3次元 CAD による立体的な設計から、デジタル制御による機械加工までを幅広く学べます。第2種電気工事士の資格やフォークリフトなどの資格も取ることができるので、普通科出身の私でも有利に就職活動ができると思います。設備システム科で学んでいる訓練生の生田博夢さん、消防設備士になることを目指して頑張っています。先日第2種電気工事士の学科試験を受験し、今は第1種電気工事士と第3種冷凍機械責任者の合格に向けて頑張っています。学校での2年間で設備に関する幅広い技能と知識を習得して、応用力のある技術者になることを目指しています。ぜひ頑張ってほしいですね。はい、また来年4月の入校生を対象としたオープンキャンパスを予定しています。東部高等産業技術学校では10月22日と12月17日、西部高等産業技術学校では10月15日と12月17日に開催します。各訓練科の実習が体験できますので、この機会にものづくりに興味を持ってほしいです。一緒に頑張りましょう。